今でネタバレなしで話すんですけどもですねまあすごい面白かったですよねあの僕は評価5段階で言うと4.1ぐらいなんですよねとにかく世界のリアリティと没入感がおかげですごくなってると悪のカリスマを期待して見に行く人がね割と多いんですけども大体いいそういう人はがっかりして後でそのコメント欄にですね大したことなかったとかがっかりしちゃった本当に極端に2つに分かれるんですよ あの、評価4.5か5の、ものすごい良かったっていう人と、評価2とか、ひどい人は1の、なんだ、ダメだ、がっかりした、つまんない、寝ちゃったっていう人に、完全にこう分かれるんですね。それはなんでかっていうと、その、悪のカリスマという言い方とかですね、そういう内容に過剰な期待をした人っていうのは、なんかやっぱり、あの、がっかりしちゃって、そこをあんまり期待しなかった人は、逆にめちゃくちゃ衝撃を受けるっていう映画になってます。 カリスマを期待してる人はみんなこれを見に行っちゃうんですね。これはあの、ダークナイトっていうですね、バットマン映画の中に出てきたジョーカーなんですけども、まあ、これ映画史上最高の悪役とかですね、悪のカリスマと言われたの、このバージョンのジョーカーなんですね。で、これが好きな人が多いからですね、かなりの人がこの路線でこれを見に行っちゃうんですよ。これの誕生日は見に行っちゃうんですけども、なぜこんなに評価が低い人がいるのかと。僕はあの、これをですね、 ま、こういうのが好きな人には申し訳ないんですけど、あの、筆ちの沈黙現象っていうふうに呼んでるんです。えぇ、ー、羊たちの沈黙現象というのはね、悪。悪というのは何か理由があると。ヒーローというのは平凡でつまらなくてですね、えー、そういう平凡でつまらないヒーローには決して届かない深みが悪には何かあるに違いないと。レクター博士はそういうのが好きな人にとっては、本当にリアルな意味でもう、 ヒーローだったんですよ。えー、誰よりも頭が良くて、で、教養が深くて、で、あの、おしゃれで芸術にも詳しいと。で、そんな完全無欠の人が悪人だったら、どんなにスカッとするだろう。そういうふうに考える人が、羊たちの沈黙見る人が多かったんですね。で、こういうふうに考えちゃうのはですね、大体あの、現実の世界ではですね、あんまりあの、悪いことをしないですね。 まああの、良い人が多いんですよ。こういう悪に憧れ持つ人はお、お坊ちゃん、お嬢ちゃんのですね、良い人が多いんですけども、実際のですね、その、凶悪犯罪と言われる裁判記録とかですね、そういうあの、ドキュメンタリーとか見ればわかるんですけども、実際に起きた残酷な事件とか犯罪、大量殺人の記録は、そのほとんどが犯人の証言がですね、あまりに単純で乱暴な場合が、 もうほとんどなんですね。まあ、テッド・バンディとかそういうですね、本当に例外中の例外もあるんですけどもですね、シリアルキラーのほとんどは退屈で平凡な単なる乱暴者のおっさんが多いんですよ。それに対して正義っていうのはですね、まあ残酷で多様なんですね。本当にいろんなロジックがあって、そういう正義の理想を掲げてですね、多くの人に支持されて、いいぞいいぞと支持されて、結果的に悪魔のような所行をして大惨事を生み出すところに正義というものの ヘンテコさ、面白さというのがあってですね、その正義が別の正義に負けて悪と認定されると。そうするとようやっとなんかその悪のカリスマっぽいさが生まれるんですけども、そこでわかる通りですね、その悪のカリスマっていうのはもともと正義の人たちが後でお前らは正義じゃないって言われた場合がもうほとんどなんですよね。で、えー、このダークナイトのジョーカーみたいな かっこいい悪のカリスマっていうのはもともと正義からスタートしてなければカリスマとして存在できないんですよ。あの、ダークナイトのジョーカーってですね、この映画の中でですね、部下を裏切ったりですね、使い捨てに結構するんですけども、そんなね、ブラックな親分に従う子分がいるはずがないんですよ。あの、ダークナイトのジョーカー自体が無理設定なんですね。ジョーカーという個人を立たせるためにあんなにこの部下をどん,どんどんどん使い捨てるシーンいるんですけど、あんなことをやったら本当に持たないんですよ。なので、あの、 あれをやっぱ、でも本気にしちゃう人が多い。あの、まあ、ね、悪に憧れる人っていうのは多いんですけどね。あの、そういう現実的な話にはなかなか納得してくれない。えー、なんかすごい悪のカリスマがいてですね、忠実な手下がいて、もしくは手下たちを洗脳したり、なんか暴力で恐怖で操ったりして、その理屈には思わず正義の味方もですね、黙るしかないというだか、そういう展開をみんな欲しがっちゃう。もう、ちょうだいちょうだいっていうふうに悪に憧れる人がいるんですけど、 ところがですね、このジョーカーは、そういう映画じゃないから僕今回、あの、すごいと思うんですけどもですね。えー、で、あの、さっきも話したようにタイツ履いたスーパーヒーローがビルをぶっ壊したりする極端な映像がないのでですね、画面に CG 加工というのがあんまり見えない。CG 加工がないんじゃないんですよ。あんまり見えないんですね。なので没入感がすごくてリアリティがあるって話したんですけども、ジョーカーもですね、この、非現実的な悪のカリスマじゃないんですよ。あのね、 悪のインフルエンサーなんですよ。悪のカリスマであって、悪の象徴であってではなくて、悪をうまく人々に流行させるインフルエンサーとして書いてるところがすごいと思うんですね。だから、それに影響された人たちが勝手にその祭りを起こすっていうですね、そういう映画です。あの、YouTube とかインスタ自体のですね、インフルエンサーとまるで同じのですね、設定的になんかすごいリアリティがあるんですね。 でこの絵としてのリアルと設定のリアルさっき言った CG とかを使わなくて済むって絵としてのリアルとあとそのインフルエンサーとしての悪を描くっていうほ当とにこれねやったほとんどやった人はいないと思うんですけどその設定のリアルさがダブルでこう迫ってくるからヒーロー映画なのに割とあの文芸っぽい高級感が映画全体から出てるんですね。